ご飯とまず唐揚げですね。唐揚げ、こちらが特製の醤油の肉増し、来ました。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも Mr. 京都アキです。はい、本日はラーメン新店舗プレオープンに向かわせていただきます。オープンはね、4月の26日金曜日の19時オープンということなんですけども、本日は1週間前、はい、プレオープンです。ほんで場所は、サインになるんですけども、なんと夜の19時にオープンして朝の6時まで営業されるお店ということで、はい、真夜中に食べられるラーメン店、新たな京都ラーメンですよ。はい、いよいよグランドオープンいたしますんで、はい、皆さんこぞって食べに行っていただきたいと思います。ということで今からそちらのお店に向かわせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートーレプールゴーレツゴー、行ってきます。こんな感じですね。そしたらやってきたよ。はい、こちらサインです。あちらサインの市場通り下がってきたところ、はい、ソフトバンクがあるところですね。ここの通りを、西に行ったらあります。なんとあのお好みの名店、野口商店さんの跡地になります。見えてきましたよ。はい、ラーメンひろさん、こちらであります。旧野口商店の跡地、4月26日オープンです。前には駐車場もありますよ。コインパーキングですけど、はい、30分200円ですね。そんな高くない。はい、ラーメンひろさん、わー、うまそうだ。醤油と塩ですね。はい、ということでやってきましたが、本日は3位にオープンする、はい、京都ラーメンひろさんですね。はい、なんとね、あのお好み焼きの名店野口さんの跡地に、はい、オープンされまして、前に駐車場とかもありますんで、はい、結構来やすいかなと思うんですけども、店内もむちゃくちゃ綺麗になってましてね、特製醤油ラーメンと金塩ラーメン、塩と醤油の2つの、はい、ラーメンを販売されてるみたいなんですけども、今日はおすすめの特製ラーメン、それの肉増し、はい、もちろん唐揚げ定食、はい、それで食らっていこうと思うんですけども、なんとね、19時から朝6時の営業ということでね、もう回りしてもらってる時間帯なので、またあの飲んだ帰りとかいいと思いますので、はい、今から食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。来ましたよ。そしたらね、ご飯とまず唐揚げですね。唐揚げここで600円ですね。ボリュームすごいですよこれ。あー、揚げたてです。でこちらが特製の醤油の肉増し、来ました。これはもう誰もがうまいと思える、はい、ラーメンじゃないでしょうか。まさに京都ラーメン、肉もたくさん乗ってます。九条ネギもたくさん乗ってます。スープうまそうですね。でこれとですね、金塩って言って塩ラーメンもあるんですけど、はい、今日は醤油でいかせていただきます。じゃあ食らっていくぞ。いや、いいじゃないですか。一品もね、蒸し豚とかね、豚キムチ、唐揚げなどあるんでね、
いっぱい飲み利用もできますよ、はい、飲んだ後にほんでここで締めのラーメンも食べることも可能ですし、もう絶対飲んだ後美味しいラーメンだと思いますよ、はい、じゃあ新たな京都ラーメンいただきます。うまっ。豚骨醤油ですわ。めっちゃ体に染み渡るむちゃくちゃうまいスープです。わー、わーんと広がるね、軽い甘みが広がるんです。これがまたうまい。食欲そそられます。うまいわ。豚骨の臭みとか全くなし、最高、うまい。肉もむちゃくちゃ丁寧なバラ肉じゃないですかこれ、はい、たくさん乗ってるよ、うん、麺もいっときましょう。麺この下にもまだ肉いっぱいあるわ。山盛りやな、肉たくさん入ってんねこれ。麺は京都ラーメンですね。中太ストレート、よかった。近藤生命ですよ、やっぱり京都は近藤生命ですよ、はい、麺はアキちゃんの大好きな近藤生命です。やはり京都ラーメンにはこの麺でしょう。ライグゾーメンバーキングじゃ、うん、パツンとパツンと切れ味抜群の素晴らしい茹で上がり方の麺ですわ。うまいわ。チャーシュー、うわチャーシューめっちゃとろける、うん、チャーシューはなんか昔ながらの屋台風のチャーシューっていう感じでね、めちゃくちゃうまい。しっかり味が染み込んでてご飯進みます。いやこれはもう飲んだと食ったら倍にうまいで、むちゃくちゃうまいわ、ほんまうまい。唐揚げいきましょう。唐揚げもからしとマヨネーズ、こんなもう見るからにサクサクの唐揚げですけど、唐揚げいくぞ。なんともうめえわ。これはビール飲みたくなるから揚げですね。うまうまいわ。中ふっくら、外サクッと、むちゃくちゃジューシーなから揚げ。ビールもいいけど米にも合う。うまい。中の身もちもちやでこれ。肉汁が広がる広がる。うまい。このね、初めから入ってるこの唐辛子もね、辛くないです。これは辛くない、うまみのある唐辛子だから、辛いの苦手な人でも全然大丈夫。ここで味変です。ああいいですね、アキラ系によくありがちな唐辛子。ほんで胡椒ですね。ほんでこちらのオーナーさんおすすめ、ニンニク唐辛子、これを後から味変で投入すると、見てくださいこれ、めっちゃ綺麗でしょ。これがこだわりの特製ニンニク唐辛子。むちゃくちゃうまいな、このニンニク唐辛子。これもまた酒が飲みたくなる味よ。このラーメンスープにバッチリ合いますよ。
うん、これは混ぜてもね喧嘩しないやつですわ。さらにうまみがアップするやつ。これはいいね。うん、スープがまとまりました。中毒性ある一杯。やっぱこんなラーメンが一番うまいですね。サインではこのタイプのラーメンはないんじゃないですか。スープね、全飲みね、最近ちょっとやめてるんですけど、ここのスープはうまいわ。最高やわ。なんという旨味なのこれ。うまかった。最高の一杯ですね。夜だけにするのもったいないですね。昼もがっつりいけそうな感じなんですけど、まあ、とりあえずあの19時オープンで6時まで営業されているということなんで、まあ、飲み使いもよし、はい、ご飯使いもよし、最高のラーメンが3位にオープンいたしますので、皆さんぜひ食べに来ていただきたいと思います。美味しかったです。ごちそうでした。やってしまいましたね。全部飲みましたよ。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでごちそうさまでした。いやー美味しいラーメン屋でしたね。ここのオーナーさんね、あのラーメン屋で修行したことないって言ってはったんですよ。だからもう一から自分で勉強して立ち上げたラーメン屋。いやーあれ夜だけしか食べれないのもったいないですよ。多分ね数ヶ月後ぐらいにはね多分昼も空いてると思いますよ。美味しかったんでね人気出ると思いますわ。いやー塩も気になりますね。あの事前には塩も食べたらどうやって言われたんですけど、もうさすがにねもったいないんでね、もう醤油、もうオーナーのおすすめの醤油にしましたけど、ほんまうまかった京都ラーメンですよ。はい、麺も京都最強の近藤製麺、相性もバランスも良かったですね。いやー皆さんこういう形で夜7時から一夜一晩中営業しているラーメン店が3位にオープンいたしましたんで、よかったら食べに来てみていただいたらいかがでしょうか。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛しまーす。ありがとうございました。うまかった。大満足です。おらっしゃ。